早速ですが、今回は超高速滑空弾完成間近とスタンドオフミサイル整備構想を詳しく見ていきますね。つなぎでアメリカに巡航ミサイルトマホークの調達を申請していますし、一蓋式地対艦誘導弾の延伸も急ピッチで進んでいます。そうだ、現岸田政権は射程1000キロと言っているが、射程1500キロと間違っていないのかな。前の政権とちょっと違うな。岸田政権も終わったな。2022年の現在、ウクライナへの軍事侵攻を継続中のロシア、各種の弾道弾や巡航ミサイルの発射を続ける北朝鮮、そして先頃も日本の領海へ測量船の侵入を行った中国など、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。そうした中で日本政府は今後の兵器調達に関してスタンドオフミサイルの取得を推進する方針を打ち出しており、従来よりも格段に射程距離を伸ばした国産兵装の開発を進め、配備を急いでいる状況にある。しかし、国産の新型兵器の導入までのギャップを埋める兵器として、アメリカから同国海軍艦艇の主力の巡航ミサイルとなっているトマホークを調達する可能性についても報じられるなど、これまでになかった緊急対応も見受けられる。このトマホーク巡航ミサイルの件は、現時点では確定事項とはなっていないが、国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の配備をせいても、2026年度からの見通しとなるため、急遽浮上した喫緊の対策であると見られている。現在の日本政府そして防衛省では、先に挙げたスタンドオフミサイルの配備を急ごうとしているが、これは敵の防空兵器に対して、その射程外から攻撃を行うことのできる兵器の総称であり、現行のものよりも射程距離が長い。これは近年の兵器技術の進歩で飛躍的に射程距離を伸ばしつつある。主として敵の対空ミサイル等への対処を迫られるためであり、具合的にはそれらを搭載する中国海軍の艦艇に対する備えを強化しようとするものだ。ここで最も留意しておく必要があるのは、スタンドオフミサイルとは、あくまで敵の対空ミサイルの攻撃範囲外から攻撃を加えることが可能な兵装であり、敵の長射程の弾道弾や巡航ミサイルの射程距離外ではない点だろう。日本の現在の仮想敵国であるロシア、北朝鮮、中国は、すでに、いずれも、日本本土を攻撃可能な長射程の対地攻撃兵器である弾道弾や巡航ミサイルを保有、配備しており、その状況そのものは、以前から続いていたものである。最近のスタンドオフミサイルが想定しているのは、主として日本に接近する敵艦艇が搭載する対空ミサイルが、以前よりも確実にその射程距離を伸ばしていることを憂慮しているゆえで、それらの接近阻止を目的としている。そうした位置づけにある日本のスタンドオフミサイルの整備構想だが、大きくは、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾、極超音速誘導弾、島嶼防衛用の新規開発の対艦誘導弾の4つに分けられる。これら4つ内で、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と、島嶼防衛用の高速滑空弾の2つは、複数の段階、種別が想定されているが、一部のものは、すでに量産化が企画されており、早ければ前者が2026年度。後者は、2023年度に、それが見込まれている。残りの極超音速誘導弾、島嶼防衛用の新規開発の対艦誘導弾の2つは、未だ、研究開発の段階の兵器であり、現在の2022年時点では、完成や実戦配備の時期については、明らかとなっておらず、したがって、
射程距離等についても不明である。極超音速誘導弾は、その名が示す通り、昨今注目されているマッハ5以上の飛翔速度を発揮する極超音速兵器であり、機関部にはスクラムジェット式の推進方式を採用、対艦及び対地攻撃の両方に使用可能で、最大 1000km 程度の射程距離と考えられる。当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾は、先行する1式地対艦誘導弾の能力向上型と同様の用途の兵器だが、敵の目標たる艦艇に接近した最終的な段階において、迎撃を阻止するため、高い機動性を備えるものになると想定されている。こうした極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾に比べ、すでに量産体制が確定している1式地対艦誘導弾の能力向上型は、それがまず行われるのは、地発型と呼ばれている地上発射型のプラットフォームからとなる。これは、現時点で陸上自衛隊が装備する1式地対艦誘導弾と同様の形式であるが、以後は、艦発型と呼ばれている艦艇搭載型や、空発型と呼ばれている航空機搭載型に発射プラットフォームを拡大し、陸海空の3自衛隊の中核を担う兵装となることが期待されている。現行の1式地対艦誘導弾の最大射程距離はおよそ 200km 弱であると目されているが、今後の能力向上型は第1段階として同およそ 900km、 第2段階としてはおよそ同 1500km までの延伸が期とされている。こうした最大射程距離の現行型の1式地対艦誘導弾からの飛躍的な向上でもわかる通り、能力向上型は、1式地対艦誘導弾の名称を冠してはいるものの、ミサイルとしては、外観も含めて、ほとんど、新規開発に等しい領域に踏み込んでいる。そして、当初防衛用の高速滑空弾であるが、こちらも防衛装備庁の分類によれば、ブロック1と呼ばれている早期装備型と、ブロック2と呼ばれている性能向上型の2種類が同時並行で開発されており、前者が2023年度に量産化されるものとなる。当初防衛用の高速滑空弾は、装輪式の車両の2台部分に発射筒を搭載する、形式の陸上発射型の兵器であり、2023年からの量産化が行われるブロック1は、防衛省側からは未公表であるものの、最大射程距離は 500km 程度になると考えられている。この当初防衛用の高速滑空弾のブロック1が、およそ 500km 程度の射程距離を持つと推察されているのは、中国と対峙する尖閣諸島を沖縄から直接攻撃することを可能とするだろうとの逆算から導かれた数値のゆえだ。自衛隊の基地や在日アメリカ軍の複数の基地が配置されている沖縄本島は対空防御も固いため、そこに当初防衛用の高速滑空弾のブロック1を配備することで残存性を高めるとともに尖閣諸島の防衛を確実なものにする狙いがあると思われる。続く当初防衛用の高速滑空弾のブロックには、ブロック1と一部のブースター部を共用しながらも、さらに全長を伸ばし射程距離を延伸させると同時に、イメージ図からは弾頭の形状も大きく変化していることが見て取れる。そのブロック2のイメージ図に描かれた弾頭部分は、よりウェッジの効いた極超音速滑空ミサイルと呼ぶにふさわしい形状となっており、すでに中国が配備しているディフェンダー17中距離弾道弾の弾頭の DFZF によく似たデザインにも見える。当初防衛用の高速滑空弾のブロックにも、最大射程距離は
およそ 1000km 程度には達するのではないかと想定されており、そこまで到達すれば、九州の本土から中国大陸までを攻撃圏内に収めることも可能となるだろう。ただし、こうした 1000km を超えるような長射程の巡航ミサイルを日本が装備するとなれば、国内では自衛隊の掲げる基本理念である専守防衛に反する動きであると、少なからずその配備を妨げようとする言説が吹き出している。こうした言説は、日本から中国大陸にまで到達可能なミサイルの配備を日本の軍国主義の復活8日に横行に言い募るが、日本が攻撃的兵器と政治的に定義するゆえに保持していない中距離及び長距離の弾道弾をロシア、北朝鮮、中国はすでに配備している。その現実を鑑みれば、いささか乱暴な言い方をすれば、むしろ今後日本が保有する巡航ミサイルの射程距離は実際のスペックよりも長射程であると喧伝する方が、それらの国々に対する抑止力としては効果を発揮するとさえ思えてくる。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ウクライナ側は長距離巡航ミサイル等の装備を保有していないことから、航空機を除けばハイマース等のおよそ 80km ほどが最大射程距離を攻撃できるに過ぎず、攻め込まれたままである。